ゲットです。はい、どうもこんにちは。本日はレイドさんの新商品のこちらリベロを使って釣っていきたいと思います。とりあえずどんな動きかわからないんですけど、ゆっくりただ巻きとか、あとただ巻きとか早巻きとか、まあ、スローに巻いたり、いろいろ強弱つけながらやったり、あとリフト&フォールとかを、あとボトムノックみたいな感じで使っていこうと思います。あとここ流れがある場所なんで、まあ、ドリフトさしながらボトムにつけてで巻いてくるっていう、やり方もできるんかなとか思いながらやってるんですけど、やってみます。よっしゃ、うまいけど小さいけどリベロでフィッシュです。リベロフィッシュゲットです。ボトムでゆっくり巻いてきたって感じですかね。そこまで一回そこまでつけてでゆっくり巻いてきたって感じです。はい、レイドさんの新商品ありがとう。なんとか小さいですけど1本ゲットしました。でさっきゲットしたのは、あの釣り方っていう言いますと、あの対岸に投げて、でボトムにもう何もせずにラインを出しながら落として、でボトムに着いたぐらいからそこからゆっくり巻いてくるって感じです。だから下に岩があるんで、そこでゴツゴツ当てながらゆっくり巻いてきてました。だからバスがドーンってきましたね。はい、こういう感じでゆっくりリトリーブ、ゆっくり巻きながら誘ってやったって感じです。レイドさんの新商品リベロを使っての調光をやってみたんですけど、まあ多分今のこの白竜湖のバックウォーターの関係もあるかもしれないですけど、コバス1匹っていう釣果でした。はい、でこちら感想としましては、こちら20タトゥーラなんですけど、で竿もちょっと固めの竿なんで、MH の竿なんで、やっぱ 7g 使ってたんですけど、確かにこれだとあんまりその伝わってこないというか、そうですね、多分僕のセットが完全に悪かったですね。はい、でも本当ルアー的にはめっちゃやっぱいろんな動きできるし、アクションできるし面白いなと思いました。はい、なんでこれからどんどん使っていって、リベロで大きいバス釣れるように頑張っていきたいです。